実は今日も襲撃があって、だからまた屋敷から人が少なくなります。外に出るなら今がチャンスですよ。実は俺、前回ダメだったから今回は事前に調べておいたんです。数日前からシスターソフィアが教会に戻ってるそうなんです。あなたのシスターに会いたいって気持ち、わかると思うんです。あなたは親がいないって前に話してくれましたよね。俺も同じなんです。行くあてもなく死にかけてた俺を、カポが拾ってくれてファルツォーネに入りました。俺にとってはファルツォーネファミリーが文字通りの家族なんです。むしろ本当の家族がいない俺だから、今の家族が何よりも大事だって、そんなあなたの気持ちわかる気がして。そうですけど、家族が大事なのはみんな同じだと思いますし、俺、あなたのために何かしたくて。今ならラオ州の力はかなりそがれてるし、町にはあんまり危険がないはずです。アルカに行って帰るだけなら大丈夫ですよ。寄り道なしで行きましょう。任せてください。今日も俺がきっちり護衛しますから。シスターと積もる話もあるでしょうから、俺はここで待ってますね。まあ、リリー。ええ、ファルツォーネ懇意の病院で手厚く治療してもらいましたから大丈夫ですよ。リリーから離れなさい。邪魔。
う教会に戻って構わないとシニオレ・ファルツォーネが言ってくださったのですか？そうでしたか。では、私に聞きたいことというのは？それはシニョーレ・ファルツォーネにお聞きなさい。彼が言う必要はないと判断したことなら、私も話すことはできません。大丈夫ですよ。あなたが本当に真実を必要としているなら、きっと彼は分かってくれます。ファルツォーネを束ねるカポなのですから、すべきと思えば決断してくれるはず。まあ、それはいけませんね。嘘をつくのはいけませんが、私が会ったのはあなた一人だけですよ。シニョーレ・ファルツォーネに聞かれたらそう答えましょう。さあ、早くお行きなさい。いや、俺も強引に進めちゃってすみませんでした。
待ちな、そこの二人。鍵の乙女が護衛一人で町に出るって聞いて好機を待ってたわけだが、まさか本当に出てくるとはな。笑えるぜ。てめえ、ラオ州の人間だな。何の用だ。あ、わかるだろ、その鍵の乙女、こっちに渡してもらうぜ。俺の後ろに。俺なんてまだまだで。おい、こっちだ。一人やられてるぞ、集まれ。まずいですね。行きましょう。もう少しだけ頑張ってください。うわ、とハルツォーネのガキじゃねえか。気をつけろよ。なんだ、リリーも一緒か。そんなに慌ててどうしたんだ。追われている。一体誰に。お前ら、そこに隠れてろ。おい、あいつらどこに行った。見当たらねえぞ。おいおい、こいつは何の騒ぎだ。ここはアルカだろうが、おとなしくしろ。ああ、お前らには関係ねえだろうが。待てよ、あいつら確か。俺たちは死刑の者だ。話足りないなら署に付き合ってもらおう。コーヒーくらいならご馳走するぜ。ああ、中国茶は用意してねえんだけどよ。見事なまでに間抜けの殻か。ごめんね、ダンテ。仕入れた情報は今回外れだったみたい。そうだな。何か嫌な予感がする。偽の情報をつかまされたのか。だとすれば、敵は。
て、一体何があったんだ。あいつらはラオ州の構成員だろう。お前に落ち度はなさそうだな。同行者がファルツォーネの人間だから因縁をつけられたのでは。マルコ、早く彼女を教会へ送り届けましょう。これ以上マフィアと一緒にいては危険です。いや、ダメです。彼女はファルツォーネの屋敷に連れて帰らないと。は？ファルツォーネにだと？お前らの事情はわからねえが、ラオ州があれで諦めたとは思えねえな。何もしてねえお前らにいきなり喧嘩を吹っかけてきたってことなら、何か狙いがある可能性が高い。屋敷への道で待ち伏せしてるかもしれねえぞ。なら、俺一人ならラオ州の奴らがいたとしても振り切って屋敷へ戻れます。そしたら車であなたを迎えに行きます。待っててもらえますか？できるだけ急ぎますから。それはダメです。連絡がついた相手によってはあなたの外出がカポの耳に入る可能性があります。俺が怒られるのはいいですけど、あなたが責められるのは。大丈夫です。すぐに戻ってきます。任せてください。お二人に彼女の保護をお願いしてもいいでしょうか。すぐに迎えに来ますから、それまで。わかった。アルカの署ならあいつらも手出しできねえだろう。ここからも近いし大丈夫だ。感謝します。じゃあまた後で。どんな事情があったか知らないが、お前もあいつらから早く離れた方がいい。ロッピー、事情がわからねえうちは踏み込むな。この町で生きていく鉄則だぞ。
どうした？何があったんだ？ラオ州の構成員が署の表玄関で暴れています。署に戻るのでしたら裏口に回ってください。な、署で？こっちもラオ州か。マルコ、応援に向かってもいいですか？警察の意向を知らしめてやります。わかった。だがやりすぎるなよ。善処します。言われるまでもない。ラオ州の。カポ！そんなに慌ててどうしたのかな、レオ。実は。俺、リリーを屋敷から連れ出しました。教会からの帰りにラオ州の構成員に襲われて、今は警察署で待ってもらってます。事情は把握した。車を回せ、俺が行く。ダンテ、わざわざ君が行くことじゃない。ここは部下に任せて。ドミニク以下10名は屋敷に残れ。ニコラはパリスに連絡を。騒ぎになる可能性がある。な、分かったよ。行くぞレオ、車に乗れ。はい。お前たちの目的は何だ？交流されている仲間の解放が狙いか？彼女はどこだ？いませんね。俺、聞いてきます。金髪の女の子が来てるはずなんですけど、どこにいるか知りませんか？は？特に見かけていませんけど。え？それじゃあマルコは？
マルコは見回り中でまだ戻っていません。彼に何か用ですか？何かこの辺りで変わったことはなかったか？連行してきたラオ州の構成員がさっきまで暴れてたくらいですかね。周辺のことまではあまり。こう言ってはなんですが、今日はむしろ署内の方が大変な状況でしたよ。そんな、じゃあ一体どこに？そういや、さっき奥から聞こえてきた声、あの刑事の若くていけすかない感じの。ああ、ロベルト。そう、ロベルト。もう署に帰ってるならそいつと話をさせてください。構いませんが、しばらく待ってください。今聴取中でして。しばらく、そんなに待てないのに。なるほど、その顔を見るに自己紹介は必要なさそうだな。しかし淑女に対して敬意を払うのがこの国のやり方だったか。近寄るな。用があるならそこから言え。お前は俺の相手にならん。黙っていろ。俺のことは気兼ねなくヤンと呼んでくれ。アルカでこんな奴に会うとはな。お前は知る由もないのだろうが、近頃ファルツォーネからの風当たりが強くてな、ラオ州は苦境に立たされている。ラオ州のしのぎのほとんどがファルツォーネに潰された。いや、戦場での件は逆に助かったか。しばらく本国と余計なやり取りをせずに済むからな。だが奴らは仕事の邪魔以外に構成員の間引きなどにも積極的でな。
おかげで今となってはラオ州の構成員は半分近くまで減ってしまった。急流城塞にいた頃からの付き合いだった部下も先日首だけで帰ってきた。異国の地で虫けらのように殺され、再び故郷の土を踏むことなく死んだ。そんな連中が哀れだとは思わんか。ラオ州としてもこのまま黙って蹂躙されてやるわけにはいかんからな。そろそろファルツォーネに一矢報いたい。形勢逆転の鍵はお前だ、リリアーナ・アドルナート。